オクターブ・タサエルは、フランスの画家、版画家である。パリに生まれた。祖父のジャンピエール・アントワーヌ・タサエールは有名な彫刻家で、父親のジャン・ジョゼフ・フランソワ・タサエールは、画家、版画家で、父親と画商をしていた兄から絵画を学んだ。1816年から版画家のジラールの弟子となり、1817年から1825年まで、エコール・デ・ボザールで、ギヨーム・ギヨン・ロティエールに学んだ。1820年代と1830年代の初めまでは歴史画や肖像画を描いたが、生活を支えるために版画のための下絵を描いた。1834年のサロン・ド・パリに出展した作品ラ・モージュ・カレジョが高い評価を受け、オルレアン公に買い上げられた。この作品は後にエルミタージュ美術館に収蔵された。1855年のパリ万国博覧会に出展し、批評家からは好評を得たが、徐々に美術の世界から遠ざかり、1857年からは展覧会に出展しなくなった。その後は知り合いの収集家に作品を売った。1863年には作品制作を止め、残された絵画作品を画商に売り払い、試作を始めたとされるが、文学作品は残されていない。アルコール中毒になり、1865年に重病になり、治療を受けるようになり、1873年にパリで石炭ガスの中毒で亡くなった。ありがとうございます。